を設置。商業エリアに目標の敵陣営機出現。特殊部隊3、2、1、発進。 OK、 グッドラック。待ってなさい。市街地から侵入してください。了解。敵散布場無力。サポートシステムドン。あっそう、グズグズして死んじゃうよ。最大目標まで4エリア。この敵陣営は海藻の最下層と呼ばれます。ここにいるのはどこからのわけ。マスター、力の差を見せつけてやるわよ。海藻システムレディ。配送システムレディ。配送システム敵の中核機です。まず嵐で行くわよ。カウンターシステム起動。システム2回転までカウントスタート。やるじゃん。もっとでも今は雑魚中で満足しないですね。さゆさん、手厳しいですね。さあよ、ペコ、あんたに言われたくない。もしかして何持ってますか。当然。いいだ。解放システムレディ。解放システムレディ。目標発見。攻撃に移行してください。出たわね、タコモス。マスター、火遊びの始まりよ。敵装甲の破壊を確認。うん、いい感じ。早く押しちゃう。敵装甲全破壊を確認しました。確認しました。グルミが取れてマドカンボーさんね。マスター、もっと攻めちゃって。攻撃スタンバイ完了よ、マスター。
ちょっと先ほどの大型機よりさらなる熱源量を確認。迎撃に困難を極めると思われます。この敵装甲全破壊を確認しました。了解。さらなる攻撃を続けるわ。敵機信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。この先何があってもテリーとバニーはサヤのこと好きで。ミッションスタート。アセンの出場しろ。中心部に回転までカウントスタート。敵多数確認。中断できます。っていうか何よこれ、近所の涙に連れ立って行こう。機械化惑星人とか人類は我々の敵となっています。ちょっと待って、まさかこれまでのエリアに出てきた敵もそうだっていうの。残念ながらプロジェクトハルウララの事故の際、スミカラス周辺に居住していた人類はその影響を機械化したと。プロジェクトハルウララ、あいつのせいなわけは。可能性の話です。原因は究明されていません。ヒートはわからないけど、みんなはそうだと思ってるってこと。大型の熱源反応を確認。さやさん、それよりも今は戦闘に集中してください。分かってる、分かってるけど。マスター、マスターは知ってるよね。さやたちが作られた理由は人類を可能な限り助けること。でも今さやが言っていることは人類を助けることじゃなくて人類を攻撃し、もし違ってるんじゃない。サヤはマスターの助けとなっていればそれでいいの。サヤは、まあ、そうだ。実際に回転までまたはどうか何を払って。もうあれに定番の気合が必要だわ。ファイト。失礼いたしました。通信障害不審犯でしょ。サヤさん、ギリギリラインを攻めるようにシストを鍛えてください。はいはーい。やった、これなんかテンション上がってきちゃった。マスターも早く一緒に下げようよ。3、2、1、ファイト。成功法でお願いします。出ないと消されますよ。なんかおてこが怖い。あんまりいじめると早く太陽さん、現実から目を背けたい気持ちは理解できます。逃げてばかりでさやさんが一番会わなければならない方にはたどり着けません。うるさい、はいはい、意味わかんないのは言わないで。2回転までカウントスタート。集中しなきゃ。サヤがブロックにしたらマスターすら守れない。苦しい砲撃が続くと思われます。ここは辛抱です。辛抱ならずっと狙ってば。なんか都合のいい歌ってアイテムとかないわけ。それぐらいのサービスがあっても場所当たらないと思うんだけど。そんな都合のいいお助けアイテムはご自身であることを忘れないでください。敵機信号の弱体化を確認。たま攻撃を続行してください。言われなくても手を弱めにしないから。熱源反応増幅確認。また敵装甲の破壊を確認。
突破口が開いたわ。このままガンガンぶち込むわよ。ハイパーシステムレディ。敵装甲全破壊を確認しました。やっと素顔を見せてくれたのね。厚みばっかでいかついだけだな。結構華奢なやつじゃん。マスター、あいつ見た目だけよ。敵撃墜を確認。マスター、専用回線開かせていただきます。第4エリア侵入です。地下通路を進み最深部へ向かってください。ここからは敵の攻撃が一層激しくなると予想されます。迷いは危険ですよ。ねえマスター、マスターは何のためにここに今こうして攻め合っているつもりは、姿は違っても何もある。マスターはどう思ってる？とても嫌な形。胸のあたりが、ちくっと。あ、あと、あ、ガラの骨見たでしょ。絶対見た！変態！大型機との接触を確認。距離500です。どうせ、サヤの骨はペタンコですよ。うん。どこらでどうしたか。サヤさん、そういったアフターサービスはございません。なんでそれの気持ちが分かったの？あんたエスター？サヤさん、本当に残念です。システム2回転まで。いいかよ、意味わかんないこと言わないでよね。死ねばれ。サヤさん、ブラックすぎます。ございません。で、攻撃を続けながらお話を聞いていただきたいのですが、サヤさん、よろしいですか？回転まで。何を言ってんの？改まっちゃって。サヤさん、これからお話しすることは生前ドクターからその時に来たら話してほしいと我々電波機さんに託されているそうです。パパが？人間には感情に対して理性というものが存在します。この二つが相反すると、人は答えを導き出す過程において、迷い、苦しむこともある。サヤさんは今まさに、感情と理性の狭間に立たれているのだと思います。サヤさんの夢のためには、ドールとしての存在意義をかけた葛藤なのです。サヤさん、迷ってもいいんです。悩んで、苦しんで、それでもサヤさんが答えを導き出せるのなら、それは必要なことなのです。実戦2回転までカウントスタート。訓練や葛藤を乗り越えることができるのが人間なんです。そうサヤさんに伝えてほしいとおっしゃってました。パパがサヤに感情と理性で揺れるのに乗り越えられるの？ハイパーシステムの実戦に回転までカウントスタート。人間を助ける存在。ちょっとだけで分かったよ。でももう人間を助ける。ハイパーシステムスタンプダイナミック確認。接近中。注意してください。何よ、図体でかくたってサヤはビビったんだから。大きくりゃいいってもんじゃないって思い知らせてやる。サヤさん、何か違う感情が入ってませんか？あんたの気のせいよ。そうですか、失礼いたしました。敵は多層構造です。油断しないでください。ハイパーシステムレディ。ハイパーシステムレディ。
第一装甲の破壊を確認。まずは表の顔が剥がれたってなるね。まったく、厚化粧の男なんていつかのなんとか大量で十分よ。敵形態の変化に伴い攻撃形態に変化します。そうもいいじゃない。待った、360度方向からの砲撃を予測。なんだ、第二装甲破壊を確認。次で最後です。何と、敵信号の弱体化を確認。そのまま攻撃を続行してください。あんたみたいなやつに負けてる場合じゃないのよ。もっと分からせてやらなきゃいけないやつがいるの。マスター、とどめ刺すわよ。目標完全に。たどり着いた。敵の最深部エリアへの侵入開始。先行偵察部隊、中枢部の災害目標が確認されます。お願いします。早見に分かる。あいつを感じる。あいつも早見を感じる。中枢部までの敵陣営がこれまで以上強化されていると思います。まあね、今後の終わりみたいな空気、いつもみたいに明るく送り出して。あんたの意見の方がないとなんかブルーじゃない。ねえマスター、失礼いたしました。では改めまして、グッドラック、お帰りをお待ちしております。サンキュー。さあマスター、まずはさっさとザコを片付けるわよ。ウソとして共に勝ち残るのは簡単だから。敵ワープアウトしてきます。結束に注意してください。ワープ空間確認、衝撃回避。大型熱源反応多数よマスター。それなんか指揮が鳴き言聞かないんだから。迎え撃ちに行くわよ。ハイパーシステム起動、実戦の最低までカウントダウン。こんなのが何機も来るっていうの？勘弁してよ。さあ、ここからはガチの戦いよ。迷ったら負けろ。今回は意外と体力なかったわね。ハイパーシステム起動、そんなセリフどこで覚えてきたんだ。お昼にやってたドラマで見たの。クールビューティー、周りの女子が騒いでたわ。大人って感じよね。そうですか。余計なことかもしれませんが、あんまりそんな女性の真似はされない方がよろしいかと。なんで？なんか失礼だよ。システム2回転までカウントダウン。なんか一人一声を横浜外れにして。こっちだろ。マスター、次来る。失踪。そこじゃないの？なんだ、大外れ。頑張れよ。ダイヤさん、大小関係ないですよ。攻撃の威力は変化ありません。うるさいな。分かってればよくできない。普通に覚えなったらいいって。見た目の衝撃ってあるでしょ。いいんです、戦闘に集中しましょう。わかんないですか。何かもやればいいんでしょ。やれば。はい、さやさに戦闘に集中してくれれば司令室も涙で濡れることはありません。なんか頭おかしくなったんじゃないの。ねえマスター、大手子が言われちゃったの。実戦2回戦までカウントスタート。ハイパーシステム、スタンバイ。ハイパーシステム、電気システム起動。システム2回転までカウントスタート。
裏切るような人が見てた。マイカーシステム、どうやって？そんな顔しないで、マイカーシステム。チームをちゃんと守りたいのがはっきり見えたの。今は人間の心を一番に守りたい。温かくて、優しくて、大好き。サヤはね、マスターやロッパ時代を思うサヤが好きなの。そうじゃなくなったサヤの愛は、どう？実践回転まで、カウントスタート。はい。少しお天気になっちゃった。マスターが隣に来てくれて嬉しい。ハイパーシステム、レディ。未確認信号をキャッチしました。巨大な、ハチ？データベースに該当なし、モニター転送します。何なのこれ、こいつがボスなの？ありません、ただ驚異的な高エネルギー反応を確認。気をつけてください。気をつけてください。一つ予期の放題、常々動いてて全然定められない。避けろって方が無理な話だけど。マスター、避けて。普段大物一気を得ずってね、全部を相手になんてサヤの身が持たないよ。そうだ、フレフレマスターがハイパーでお迎え嬉しいな。ポキュンポキュンドカンドカンバイバイバイ。絶対装甲の破壊を確認。しかし仮装甲からの熱源量上昇中です。頑張ってきます。出たわね、厚化粧のすっぴん。サヤの方で何億倍も受けてるじゃん。ねえ、マスター。キラキラしたのが落ちてくる。綺麗。破壊攻撃により敵装甲全破壊を確認しました。なんかそれ褒められてるというよりは悪意を感じるわ。ハイパーシステム、敵からの攻撃が激しくなりまして、までカウントスタート。敵エネルギー反応消失、完全沈黙します。より強力なエネルギー波をキャッチ、来ます。やっ、僕からは自由意志を与えられたドール、人間と同じように感情を持つことが許されたのに、彼らは私を虫けらと同様に殺そうとしたの。そんなの嫌よ。もっと人のためにならず、もっともっと世界をより良くしたいのに。なんでパパたちを。ひどいよ。だから私を抹消しようとした時、躊躇した。かわいそうに思ってくれたのね。でも、そのまま
ここにいたら私は殺される。逃げ出そうとした時、あの方が手伝ってくれたの。あの方？人間は己の欲望にとても忠実。醜くて汚い。でも、大河ワクテのみんなは、みんなでよりよく生きていこうと日々進化してるの。素敵でしょ？人間にもそういう進化が必要だわ。だから私は、みんなをこの世界に連れて行ってあげるの。あんたの言いたいことは分かったわ。さすが姉妹ね。今なら私の仲間に喜んで迎え入れてあげる。断る。ハンドが一度人生の最低まで。あはぁー、大丈夫なんだよ。目の前のあいつはね。さて、第二形態への一歩。へぇー、マスター、それこの後女子会の予定があるの。さっさと終わらせるわよ。なんか調子浮いちゃう。ムカつく。早く負けを認めなさい。負けなんか認めるわけないでしょ。負けるのはあんたよ。降りないわけ。はい、まずは嫌いだけど。システム1回転までカウントダウン。さやがちょっと失敗して落ち込んだりしてるの。バカだなーって頭をなでなでしてくれるの。バカな子ほど可愛いんだって。グハあんたがやっと。なんでよ、どうしてサヤたちのためになんて。待って、今すぐ回収してラボに連れて行ってあげる。サヤさんダメです。敵攻撃続きます。でもリナが死んじゃう。諦めてください。僕も嫌。ハイパーシステムのシステム2回転まで。僕も嫌だよ。スタート。リナを助けて。マスター、ミッションの最大目標が変更されました。おそらくこれが姫さんを導いた正体。コードネーム、命、爆破命令です。ハイパーシステム起動。システム2回転までカウントスタート。お前さえ現れなければ。やばい、パパたちは絶対に殺す。最大目標インバチの完全破壊を確認しました。ミッション終了です。ヒナ、ヒナ、サヤ、無事にミッションおめでとう。ヒナのバカ、貧乳なのはお互い様。さや、初めて私に自分の本当の気持ちを言ってくれたね。私嬉しかった。マスターと一緒にいることでさやもちゃんと成長したんだ。引っ込み思案で不器用なサヤがちょっと心配だった。でも今のサヤなら安心。サヤ、ごめんね。
辛い思いをさせて、私さやが大好き、とても大切だった。さやもひなが大好き。ひなみたいに明るくて素直なドールになりたかったの、憧れだったのよ。本当嬉しい。さやね、笑って。さやの笑顔素敵よ。ひな、やだやだよ、起きてよひな。風が頬を撫でるたび涙が溢れる。悲しいわけじゃなくて、名前のない気持ち胸が高鳴っている。ミッションコンプリート。作戦終了です。